はい、今日は6月23日、今午前9時10分ぐらいですね。はい、すごい草です。すごい草。でも稲わかるでしょ。だからそろそろ除草作業をやろうと思ってますけど、その前にちょっと畦草刈りをして、それからちょっとまた畦から入ってきてる草が、こういうやつですね、入ってきてるんで、それを取ってから除草作業をしようと思ってます。で、一番これとこれがひどいんですよね。だから最初のはそれほどでもないんで、これからやろうかなと思ってます。まあ今日の午後ぐらいからなるかどうか分かりませんけど、はい、だから今からちょっと畦草刈りです。6月19日に義理の母ですね、嫁さんのお母さんが亡くなったんで、ちょっといろいろ忙しくて、バタバタしてたんで、そういうのがなければもうちょい早く始めてよかったんですけど、はい、で、除草の方法なんですけど、一応その稲の周りだけちょっとノコガマで切って稲を出して、であとは寒食式、というか、寒食ってありますよね、雪の上を歩くやつ、ああいうのをその田中旅とか田中長靴というのにくっつけて歩くとそういうやり方でやろうかな。歩くという自然な行為で除草ができるように、はい、だからそのままじゃなくて下にゴッスン釘なんかを打ち付けて、いわゆる剣山みたいにするわけですね。それで歩いて、除草しようかなと思ってます。そうすると体にも負担もそんなにないでしょ、自然の動きだから歩くということで、はい、はい、そういうことで今ちょっと考えてますけどどうなることやら、はい、そういうことで緑に見えてるのが稲ですね、大体みんな、はい、ね、はい、こんな感じです。草だらけです。はい、こっちは今10時半ですね。こっちは我が家で脇の川と呼んでる方の田んぼですね。ちょっと狭い、広い方の田んぼがもうあそこですね、あの青い防風ネットが見える、あそこからちょっと離れてます。でも上の田んぼなんかがちょっと中干しっていうか、ちょっともう干してあるんで水入ってません。でこっちは見てもらったら分かるように、向こうよりだいぶ草が少ないんですよね、はい、でもほらひどいでしょ、入ってる草が。だからちょっとあぜ草を刈ってこういうのをちょっと処置して、あと稲の周りの草を草対策をやるとそういう手順ですね。はい、ちょっと向こうとの違いを、草の違いを映すために、ちょっとこっちも撮影しました。はい、終わります。はい、今5時40分ですね。ここから始めてあの辺までです。3時間半。はい、こんな感じですね。この辺は稲出してませんけど、あの辺から稲も出してます。で、もうその辺からあぜに座ってやってました腰を曲げてやるっていうのがやっぱりきついんですよね、体に。だからこのあぜに座ってですね、こんな感じですね。稲わかるでしょ、稲この辺は、はい、こんな感じです。向こうが小さいのが多くて、どういうわけか生えてるかどうかもわからないぐらい、これも小さいですけど、そんなのが多くてですね、
からこんな感じでもう田んぼの中もいわゆる、風呂用の腰掛けみたいなのがありますよね。あれを田んぼの中に置いて座れるようにして座ってやれば、腰にそんなに負担が来ないんで、まあ、いいんじゃないかなと。はい、3時間半でここまでです。この辺はいいんですけど、これなんかもうねひょろひょろでしょ。こんなのだとちょっと見分けがつきにくいんですよね、このイグサみたいなの草の中に入ってると。はい、はい、こんな感じです。で、まあ一通りこういう作業をやってしまって、その後の生え具合でそのなんかな、乾式、剣山式、除草をやろうかなと思ってます。その田んぼの中にで腰掛けるようにするのの下もその剣山式にすれば、まあ一石二鳥になるんじゃないかなということで、はい、まあとりあえずそういうことで一通り除草作業をやってみてどうなるかですね。あとはまた後のその状況を見ながら考えると、はい、で、あぜに座ってやってたんでもう作業ズボンの尻はあ、泥だらけです、はい、まあそういうのはしょうがないんですけどね、作業するときは。はい、そういうことで、ですね、はい、こっちもどうぞ。だからそこまでで3時間半だから結構な時間はかかる。だからまあ稲の周りだけやればもうちょっと早いんでしょうけどね。ちょっとあぜ際はいっぱいこういう草が入ってくるんで、稲の周りだけっていうわけにはいかないんで、あと田んぼの中は稲の周りだけでもいいかもしれませんね。で、あとはそういう風にして踏み潰すか何かしとけば、そうすれば稲の成長が盛んになってくれば、光が入らなければ雑草もあまり生えきりませんので、はい、生えきらないですね生えきれないか標準語はい、ちょっと手洗いましてとこんな感じになりますこんな感じ、こんな感じはい、ということで、もうこの作業はこのくらいでもうやめて帰ろうかなと思ってます。撮影終わります。